千竜は、十国越の創建者。高祖父は、千広師丹。曽祖父は、銭、灰。祖父は、千中。父は、千広氏、高州林案件の出身。東松に石鏡鎮将軍、東正に従い高僧の反乱軍を鎮圧。その功により、深海節度市に任じられた。犬安四年間に、東正を破り両節十三州を占拠、天有四年に。 公領より、五越王に封じられここに、五越政権が誕生した。在位期間中は、戦闘、公開、包みの修理や太鼓に、石、甲を建設し、洪水防止と考え整備を行い、支配地域での農業生産力の向上に、尽力している。宝し7年に公居し、暗黒県遺近京の香山に埋葬された。 千本玉木母は、明夫人陳子千元母は、慶安夫人越し千本明母は、小木夫人越し千元母は、慶安夫人越し千元井母は、金夫人千元母は、小木夫人越し分木大勢に元母は、明夫人陳子千元千元玉から、母は、金夫人千元母は、小木夫人越し千元金母は、明夫人陳子千元母は、慶安夫人越し千元母は、 金婦人千元母は、小木婦人五子選元母は、小木婦人五子、千元竜母は、明婦人陳子、千玄介母は、明婦人陳子選元筆母は、明婦人陳子選元元母は、明婦人陳子選元拓母は、慶安婦人越子選元白選元母は、金婦人選元林母は、小木婦人五子選元母は、金婦人選元引く母は、 明井夫人陳氏千元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 次江千元貴母は、慶安夫人子氏千元経税にもと、ありがとうございます。